スマートトイレです。え、めっちゃスマート。あら、こんなにスマートなの知らない。細すぎだよね。いけんの女子。シーンさん脱ぎやすいです。黄色いもケツに刺されへん。刺激して出すとかじゃない。ちょうどその距離感かもしれない。あれ待って出てる。待って完全に実験したかな、うん、この会社。あれ、ございます。ルンルンお願いします。ルンです、お願いします。本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、今日もペットボトルにおしっこします。大きめやね、ペットボトル。はい、今日もですね、うんうん、ペットボトルにぶっ刺す常合状のトイレグッズを紹介したいと思うんですけど、前もやりましたけど、前もやりましたけど、今日のは、はい、あの箱に渋滞レジャーなどって書いてあるんだけど、もっとでかく、うん、何度も通うの大変、夜のトイレって書いてあって、なるほど、あの夜布団から出てトイレに行くっていうのをこれで済ませようっていうのを一番打ち出してる商品なんですね。なるほど。しかも日本企業ですね。あ、そうです、そうです。しっかりした箱に入ってます。でもコンパクトな感じ。スマートトイレ。スマートイレです。スマートイレです。そうだ、はい、黄色い字になってました。そうです。で、どんな感じなんだろう。でも説明しっかりね。そうそう、うん、男性はこう、女性はこうみたいな感じで使い方が分かれて書いてあるんです。え、すごい、スマートイレ。え、めっちゃスマート。あら、こんなにスマートなの知らない。大丈夫。いや、ダメじゃない。去年は漏れんじゃん。スマートイレやわ。なんか色はすごい可愛い。可愛いトイレやな、うん、で、ここに刺さる、うん、はいはい、全体がシリコンですね、うんうん、全部シリコンです。こう押したらグッグって力かけたら、うん、ちょっとこう動くけど、うん、硬いです。ちょっとやそっとじゃ変形しない感じのやつです。これ今までで一番スマートな入り口。本当だよね。出口と言いますか。ここ細すぎだよね。入り口いけんの女子、うん、で、はい、これなんなんて、うん、この黄色いやつ、うん、これがポンって外れるらしいんです、はいはいはい、でこれもこの商品の特色で、うん、ここに簡易的な線ができると、キュッポンと。なるほど、だからいいね、フィットする。2リットルのペットボトルなんですね今日は。あ、そうなんです。以前ね、あのすごく熱く語らせてもらったんですけど、うん、おしっこが超臭いと、はい、置いといたら、うん、なんで、流さずに一晩、まあじゃあ 3,4 回やるとしたら、うん、2リットルのペットボトルで溜めて溜めて、うん、その都度ここにキュポンってしとけば、うん、匂いがホワって出ていくことないんじゃないかと、はいはいはい、いうことです、うんうん、で多分その匂いを防ぐための線なんじゃないかと思うんだけど、うん、線は完全密封式ではありませんので、うん、この状態で横にしたりとか逆さまにしたりはしないでくださいと、うん、はいはいはい、車内で使ったら車内でこの状態で置いとくと危ないんで、うん、ちゃんとペットボトルにキャップしてくださいみたいな感じで注意書きがされてます、はい、でも伝わるかわからないんですが、うん、しっかりゴムに刺さるような感じで、うん、これはプラスチックなんですけど、うんうん、フィットする形になってるんで、うん、あの落ちないです。なるほど、はい、しかも刺しとけるっていうね。普段はこう下からこうやっとくらしい、はいはいはい、なくなることもないし。そうです、そうです、うん、いいですね、邪魔にもならへんし。これ空気抜ける溝とかは今回はない。ないね。ね、どうなっていくんでしょうね。今日はでもあのウェットティッシュ持ってきたんで、今日は、ね、びしょびしょに手がびしょびしょになってもおしっこで大丈夫です。あとあの、うん、シーンさんに、うん、トイレしやすい格好を送ってもらいました。いや、そういう発注の仕方してへん。はい、そうですね、はい、今日はこの格好でしたいと思います。これをご覧になっている皆様も、うん、クーポンコードを使っていただけると、うん、旅バナナと入力するだけでめっちゃ安くなりますんで、はい、シーンぜひ買ってみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、概要欄です、詳しくは。あ、はい、はい、じゃあ早速いきます。はい、もう説明不要だよね、うん、では Hey Siri させていただきます。はい、今日もね、あ、シーンさん脱ぎやすいです。肩から外すだけですね。オーバーオールってそういうこと。今日は後ろに風車がね、風力発、あー倒してしまいました、シーンさん。いや、お前やね。本日は黒のパンツです。通過しました、はい、じゃあいきますよ。うんうん、
こうだよね。うんうん、長い方が前、うん、上。それ大丈夫。黄色い棒ケツに刺されへん。間違って。ちょうどその距離感かもしれない。刺激して出すとかじゃない？でもこれ、でも出にくい時は黄色を押してくださいみたいな書いてない。だからね。え不安。でもあの、うん、やっぱシリコンなので、はい、適度なフィット感はあります、うん、ただその穴を間違えると悲惨です、うん、柔らかいから、うん、カーブもちゃんと R が効いてるので、うん、痛いってことはないです、うん、じゃあいいっすか、はい、一応刺激されてないです今のところ、はい、じゃあ行きます。はい、出してみます。さあ白のオーバーオールが黄色に染まるか。あれ、お待って。出て、待って、なんでなんで、完全に空気が抜けない、うんうん、あーパパパパパって言った。やっぱ言ったよな。あ言った。お待って。待って。これ空気抜ける溝とかは今回はない。空気抜ける溝とかは今回はない。ないね。ね、ないね。ね、どうなっていくんでしょうね。ちょっと差し込みすぎたんじゃ。え、ちょっと一回抜いてみて。そんな、ちょっと隙間を作って。そんな、完全にこぼれてる。うん、差し込みすぎたんじゃ。やっぱ調節しなあかんよ。言ったやん。え、でもさ、しっかり丸なんだよ。うん、それで一回やってみよう。ふわっとね。ふわなんてないよ、ほら。一回ふわっとやってみよう。いや、え、もう出ないん。やりましょう。え、もう出ない。終了。ちょっと待つか、じゃあ。うん、え、でもね、多分ダメだと思う。説明書。本体を持たない、ペットボトルをしっかり持つ、本体をしっかり差し込む、受け口をしっかりと局部に密着させてご使用ください。実験したかな、この会社。ちゃんと実験したかな。あれ、完全に理科のやつですね、原因は。パンってなるやつな。そう、俺が失敗したやつや。そうです。キボババパンって言った。言ったな。何の音かな思てん。鳥が来たんかな思てん。シューって言っとった。うん、言ってたでしょ、うん、で、ポタポタポタとね。あら、あかんな。そうか、いい方法ないのかな。なんかかわいそうだな、この会社が。そうね。いや、でも、あれちゃう、ペットボトルにって書いてる。うん。
いや何一つ間違ったことはしていない。あもしかしたら人間がおしっこして実験してないんじゃない。こうやって流し込んでんじゃない。そうやな、女性では実験してないな。そうだよね、うん、その黄色い棒さ隙間に刺し身よ。いやそんなに柔らかくないから、うん、無理だね。発泡塞がりです。硬いのありゃ、女性は無理やった。そうだね、無理だと思う。だってこれ、うん、確かにスマートでいいんだけど、うん、細いから絶対ここに入れなきゃいけないっていう意識あるじゃん、うん、だからそれは押し付けるじゃん、うんうん、でここにお股がはまって、うん、今多分全く隙間がない状態で密閉されておしっこしたんだと思うんだよね、うん、そうしないと周りから行くもんな。そう、うん、でも、うん、密閉されたっていうことで空気の出る場所がなくなっちゃって、うんはいはい、空気が戻ってきてパン、うん、って言ってた。そうか、これ女子じゃあおすすめできない、できません。ちょっとこの会社さんは、うん、女性で実験してください。なんなら私が付き合います。そうね、穴開けりゃいいだけだと思う。だってさ見た目めっちゃ可愛いしさ、うん、いいよ、うん、すごく。ちょっと俺らトイレのこと知りすぎたな。うん、そうなんだよね。知りすぎたあかんとこ知ってしまったからさ。でもこれはいい情報だと思います。そうですね、はい、まあ、ちょっと忖度なしで申し訳ないですけど、はいはいはい、で、でも、うん、でもね、うん、おしっこができれば、うん、この線をここにキュポンとはめて、うんはい、匂いが外に出ないように。まあだからそういう意味でも密閉されてるってことですよね、うんうん、箱に一緒にこの袋が入ってたので、うん、保存はこの袋でできると。なるほど、いうことになります。はいはい、ちょっとケンちゃん行ってみよう。そうですね、はい、ちょっと企業さんに悪いから。よかったね2リットルので、うん、っていうことですねやっぱり、はい、ちなみに男の人は座ってでもできるよって書いてあった。男性はどうしたらいいのな、見して、うんうん、立って中腰または座る、中心にできるだけ腹部を近づけて、ちょっとやってみましょうか。ケンジが責任を取ります。私は職人じゃないんで。あ、そっか、はい、あ、じゃあちょっと隠しますね。はい、いきますね。あ、待って、はい、いいですよ。あ、もう余裕。やっぱ男子はいいんだ、うん、他との差とかメリットを教えてください。見える。それペットボトルのメリットでしょ。あのね、先っぽを支えんでいいから、うん、すごいやりやすい。あ、乗っけた状態でやってるってことですか。そうなるほどね、うん、これはいいです。でもさ、2回目はさ乗っけたくないんじゃないの。え、1回使って2回目はベチョって乗っけたくないんじゃないの。まあでもそれはね、うまいことやって。え、どういうこと。あ、ほら、こうやったらもう手で持ってんのと一緒やからさ、周りにこうパパパパパパ。はあはあはあ、男子はいいっていうことですか。そうこうやって振って、でもうそのままもうポタポタならへんから。なるほど、うん、もうサポート、こう手の代わりになってくれるって。なるほど、うん、めちゃめちゃ黄色い。匂いはどうですか、今してますか。あ、ホワイトムスク。めっちゃいい匂いじゃん。すごい素敵な匂いじゃん。湿った状態だと、うん、匂いはしますか。ラベンダーに変わる。ちゃんとレポートしてよ。ちょっとお花みたいやろ。そうだね、うん、なるほど。じゃあ、うん、男子はめっちゃいいと、うん、でも女性が使うとなると、うん、これは多分ね実験されてないから、あ、ここに切り込み入れたらいいだけなんで。か、ペットボトルに切り込み入れたらいいね、うん、あ、ほんまやな、うん、ここに穴開けるとかな、うん、あ、貯金箱みたいにさ、うん、蓋の意味なくなるけどな。うん、そうだね。どっかに穴開ければ大丈夫なはずなんで。そうですね、もしよかったら実験、うん、商品開発手伝いますんで読んでください、はい、デザインはとても素敵だと思うんで、はい、男子は買いです。はい、はい、買いです。ぜひこの商品よろしくお願いします。スマートリーでした。はい、変わって以上でございます。そんな大事そうにおしっこ持ってるやつおらんけど。以上でございます。はい、ということでですね、このチャンネルがちょっとでもいいな、面白いなと思っていただいた方はぜひいいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスというものを大募集しておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。生まれたてだね。確かにそうやね、うん、生まれたて。